どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、これ買ってきました。アクアの食器洗い機、型番が ADWGM1 ホワイトとなっております。食洗機買ってきました。で、ここのシンクのここにね、置こうかなと思ってるんですけれども、まあね、食洗機はね、ここ置いちゃえば終わりなんですが、あと水道のね、蛇口変えたり、ここの台がね、ちょっと短いんで延長したりしないといけないので、そっからやっていきたいと思います。それでは久しぶりの DIY です。スタート。それではまずここにね、分岐水栓つけないといけないので、それからやっていきたいと思います。注意事項としては、分岐水栓つける前に一回水道の元栓か、ここの下にねバルブついてると思うんで、それで水が出ないように、はい、今ちょっと出たけど止めてください。これ止めとかないと、ここバラした段階でね、プシャーっといっちゃうんで、今はね止めてあるんで、それじゃあ早速分岐水栓つけていきたいと思います。今回買ってきたのはね、これシングル分岐 CBSMD6。 これね、パナソニックの純正品の分岐水栓なんですが、これよりね安いのもたくさんあるみたいなんですけどね、これだとね全部分岐と、あとこのアタッチメントもついてたんで、これの方が楽かなと思って買ってきました。これなの、この水道のバラし方なんかも、ここにねバラし方と組み立て方書いてあるんで、これの通りちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあね、これバラしていきますね。この蓋をまず外しますね。こんな感じで簡単に取れます。この蓋が外れたら、この上のここにねちっちゃいネジがついてあるんで、これを外していきます。このレンチはね、ウォーターレンチって言って、ホームセンターとか行ったら1000円ちょっとぐらいで売ってるんで、あ、この下から外れるみたい、小言ですね。これ取れるとね、こんな感じになります。この裏のね、パッキンなくさないように気をつけてください。そしたらね、この状態でこの先の分岐水栓のアダプターを、中身一緒なんですよ、この形そのまんまなんでね、これを取り付けていきます。ここのね、穴とのこのチョコを合わせて、スッとガソンと入れて、で、あとはちょっと説明しようか。手締めで締まるとこまで締めるか。あ、押し出しての、あ、出るわ、これポコンって出るから、ここに置いてので、こうや、人の力、ゴリラの力、どっちなの。あ、止まった止まった、閉まりました閉まりました。最後ね、カクンって止まったんで、で、さっきのこれを取り付けるよね。あ、取れた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 。これを上に乗っけて、これね、モンキーレンチとかでもいけそうやねんけど、これかなり広く開くんで使いやすいんですよ。だからこれだってモーターレンジ買っといた方がいいと思いますね。それで次はこのね、分岐用のね、ポックを取り付けます。このパッキンが中に入ってるんでね、これ落とさないように、ピンと合うかな、こっちこっち、これね、パッキン落とさないように、これまず中に入れ込んでので、これね、で、ここに開く閉じる書いてあるんで、これがね見やすいところでやってます。で、これを閉じるにしといて、さっき取ったこれね、これまた戻します。ここまでできたらね、一旦ちょっと元栓を開いて、漏れがないか確認してみますね。大丈夫です。最初ね、一回中のね部品外してるんで、ゴボゴボっていう時あると思うんですけど、まあそれは仕様なんで、あとね、水の濁りとかなんか挟まってたりしたらね、水に濁ったりするんで、それがないかどうかを確認して、問題なければね OK です。
それではね、次ね、ここの台をね、ちょっと拡張していきます。はい、台の拡張って言っても大したことせんで、このね、飛べてるこの台が、台だけじゃちょっと弱いんで、もう一個つけるのと、あとちょっとこっちに出すっていうだけです。これでね、動くようになったんで、食洗機がね、置けるサイズまでちょっと広げていきます。で、あと補強用の金具がこれ、これがね、1個20キロまで耐えれるようになってるんで、これで補強していきます。ここの幅、空き芯が2センチが良かったんで、これぐらい隙間開けといて止めていきます。隙間あるんやけど、どうせ上にね、乗っけるんで、強度の方がね、大事なんで。はい、それではね、こいつ開けていきます、本体ね。うわ、はい、じゃん。じゃあ置いてみます。よいしょ。全然いいよ。あ、大丈夫。おそらくね、ホース尾は中に入ってると思うんですよ。ホースがここね。ほいっと。で、ドアフックをつけてくださいって書いてたんやけど、これですね、ドアフック。これをね、ここのね、これ、ここつけていきます。これね、付属品は排水ホースと給水ホース、これつけるだけやと思うんで、つけちゃいます。ここ給水ホースつけるとこあるんで、排水ホースも横にあるんで取り付けます。これね、給排水ホースで、排水は当然出しといて、で、給水これがここにカチッと、これだけで開くと、こっちに水が流れますと。これで終わりや。よく考えたら、あとはちょっと電源入れてみて、どんな感じなのか見てみましょう。電源入れてみます。おお、まだ全然説明しないから、とりあえずスタート押してみます。どうでしょうか、成功じゃないですかね。まだね、食器入れてないんで、どんな感じになるのかわからないんですけど、今のところね、水漏れもなくて、中の作動もうまいこと言ってるみたいです。というわけで、今回はですね、このアクアの食洗機買って取り付けてみたという動画でした。なぜね、このアクアこちらを買ったかというと、うちの家のね、構造上これやったら冬に開くんですよ、パコンと。で、パナソニックのやつがこっち側にバターンって扉が開くんですけど、それが開くとここの分がね、どうしてももうデッドスペースになってしまうんでね、ちょっとこのシンクが狭くなるなということで、この跳ね上げ式の扉のアクアの食洗機買いました。値段はね、パナソニックとそんなに大差なかったと思います。いいところといえばね、もう一つね、ここね、ガラスなんですよ。で、中が見えるんですけれども、こういうね、ちょっと狭いところに置いても中が見えることによって圧迫感が少ないかなと思います。あとは結構ね、いろいろ書いてあるんで、説明書読んでね、また使ってみたいと思います。節水節約の面に関しては、手洗いの約5分の1の水量、1年間で約11,400円の節約ということで、まあ各家庭によって多少は変わると思うんで、こちらはね、参考程度ということで、深夜電力でさらに節約ということなんですけれども、2時間または4時間後に運転を開始する予約コース機能というものがあるらしくて、これだとね、深夜のね、電力少し安くなってる時に回すということで、まあこちらも節約になるみたいです。見た目がね、真四角じゃないんでね、結構スリムで
いい感じです。かっこいいです。結構気に入りましたね。簡単なサイズはですね、高さが 475mm、蓋を開けた場合が 660mm となってまして、幅が最大 485mm、 足のサイズがだいたい 400mm ぐらいですね、40センチぐらいで、ここ延長したんですけども、機械の幅自体最大が 390mm で、足のサイズが 265mm から 200mm ということなんで、これも 250mm ぐらいあったら全然、 25センチねあれば全然置けるんでね、結構小スペースで置けるお手軽な食洗機だと思います。うちの分岐水栓どれかなってわからん場合とかはね、パナソニックのページにこのね水道の写真を送ったらこれですよ言って送ってきてくれるんで、それをね参考にしてまたね電気屋さんで取り寄せるか、または通販で買うかすればすぐに取り付けることができます。はい、本日はですねアクアの食洗機買って取り付けてみたという動画でした。この動画役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴーミビーゴーでした。